ある哲学者が4歳の孫と列車で移動中孫が何気なく口ずさんだ歌に驚いた何のために生まれて何を知って生きるのか後にアンパンマンのマーチと知った幼児に大きな人気を誇るアニメの主題歌である哲学的な問いが含まれた歌を 幼児が歌うのに驚き原作者で作詞も担当した柳瀬隆さんに手紙を出した柳瀬さんが2013年に94歳で旅立つ前に本に続いっている歌詞の問いは自身に向けたものであり柳瀬さんは自らの従軍体験からある考えにたどり着いた。 正義のための戦争なんてどこにもない。戦う国は正義のためとか理屈をつける。実態は計画的な殺人で絶対にやっちゃいけない。敗戦でそうした正義は逆転した。そうでなく逆転しない正義は愛と献身だ。飢え死にしそうな人がいたら、 一のパンを与えることだとだ正義のためと称して今も戦争を続ける国とも重なるとにかくアンパンマンは悪者を徹底的に倒すのでなく時にアンパンである自身の顔を分け与えても弱い人を助ける柳瀬さんのヒーロー像が貫かれている子供はどう感じているだろう 今日は子どもの日